じいさん、怪我はないか？俺は大丈夫だよ。腹が減ってフラフラだけど。そりゃあよかったな。あんたは大丈夫か？あとは全滅か。カイ、無事でよかった。隊長、頭の傷を見せてください。骨折はしてないみたい。内出血が心配だけど、今ここでできることはないわ。あなた、名前は？竹尾だ。救急キットはありますよね？え、確かあったような。全員1セットずつ持っているはずだ。全部ここに持ってきて、今すぐに。ついでにおばあさんを呼んできてください。事情を簡単に話して。俺が行ってくる。あなたはダメよ。いいと言うまで動かないで。傷口を消毒して縫合しますから、その後はしばらく安静にしててね。左の肩を撃たれているわ。肩の骨が折れてるけど、弾は貫通している。空、隊長は腹部中央、また回復が必要ね。この女性は？急状態の隊長、名前は歌だ。そう、歌隊長は右肺ね。出血が多いけど弾は貫通しているようだわ。頭部から顔面、胸まで火傷を負ってるわ。助かりそうか？すぐには死なない。でも皮膚を移植できなければ助かりそうにないわね。ひどいわね。胸に3発、心臓、肺、気道、大動脈、全部ダメ。みんなの血液型わかりますか？認識表に書いてあるだろう。ああ、この人は AB 型、RH プラスか。豚隊長は B 型、RH プラス。空隊長は確か A 型だったわね。ああ、なんてひどい匂いじゃ、ここは。あんた、どうした？誰にやられた？死んだのか？おばあさん、ご主人はまだ生きてますよ。今から応急処置を行いますので、私の指示に従って必要なものを揃えてください。え、ジョーちゃん、あんたは医者なんか？私は軍人ですが、アメリカの大学で医学を学び、医師免許も持っています。本当か？あんた、うちのじいさまを助けてくれるのか？じいさまの命を救ってくれたら、わしは一生恩に着るぞ。おばあさん、今は一刻を争います。これから言うことを大急ぎでやってください。まずここは暗すぎて、このままでは手術ができません。ランプ、ろうそく、懐中電灯、何でも構いませんから、ここをできるだけ明るくしてください。それから、清潔な布とガーゼ、脱脂綿をある限り、あとお湯を沸かしてどんどん運び込む。それと、刃の薄いナイフかカミソリ、小さなハサミ、縫い針と糸などの裁縫道具、細長いゴムのチューブ、ピンセットも。あと消毒用アルコールか、なければできるだけ度数の強いお酒、食塩、砂糖。この家にある薬品類、風邪薬でも傷薬でも何でも構わないから、あるだけ全部。とにかく立ち止まらないで動きながら考える。できることからすぐにやってほしいの。あなたも力を貸して。誰にも頼れないわ。私たちでやるのよ。今ここに一人の死者と5人の負傷者がいる。そして竹雄とおじいさんを除いた3人が死にかけていて、このまま何もしなければ半日もせずに命を失うことになる。まるでこの世の終わりだわ。なんという地獄なんだろう。でもこの人たちを救える可能性があるのは私しかいないんだ。だったら私がやるしかない。やってやるわ。恐れることなんかもう何もない。ここでおじけづいて目を塞ぐのなら、そんな私なんか犬にでも食わせてやるわ。
私は今からこの3人の手術を行う。成功できるかどうかはわからないけど、とにかく全力で力の限りやってみる。麻酔がかけられないのが最大の不安点だった。気絶しているとはいえ、常に意識を失っているわけではない。痛みに耐えかねて目を覚ましたり、体を動かしたりもするだろう。そうなると、細かい作業が困難になってしまう。何か一定の時間、深い眠りを維持させる方法はないだろうか。それならちょうどいいものがあるな。え、何ですか？公園さんが言うには、食べたら必ず悪夢を見るキノコがあって、その粉末を歌隊長が持っているそうだ。それを食べて何か健康被害がありましたか？体は別に変わりなかったな。夢の中に出てきた悪い鬼にいろいろ拷問されて嫌な気分になるだけで。キノコの効果は適面で、声をかけたりつねったりしても全く反応しなくなった。これで心置きなく彼らの体を切り刻むことができるというものだ。さっきから私はどこを歩いているのだろうか。もうここから抜け出すことはできないのか。撃て。お前たち、今助けてやるからな。やめてくれ、もうやめてくれ。カイ。目が覚めたのね。気分はどうですか？特にひどくはない。そう。でも今から体中痛くなるから覚悟してくださいね。おばあさんが山の草から作った痛み止めがあるから、これを丼一杯分飲んでください。自家製の薬だけど、一応うたさんには効果があったみたい。あとはとにかく寝れるだけ寝ること。睡眠が足りてないと気分も落ち込んでくるわ。助かるかどうかは運次第だけど、生きる気力が湧いてこなけりゃ望みはない。それは隅田さんから剥いだ頭の皮よ。今からこれをつくもさん院に移植するの。つくもさん院に？詳しく説明してる暇はないけど、それが彼を死なせないためにできる唯一の方法なの。だから私はやりますよ。隅田一層の？隊長の体にも隅田さんから抜き取った血を 2000cc ぐらいは入れたわよ。豚さんにも同じぐらい。おかげで隅田さん、ミイラみたいに干からびちゃったわ。そうか。豚さんが意識を取り戻したら、無線機のパスワードを教えてもらって、本部に応援を要請するわ。とにかくまともな医療機器と薬品をドローンで空輸してもらわなきゃ。カイ、ありがとう。